マグナムキラー、発射プリミティアプレイヤーエイルです。今回は、マグナムキラーを作ってみようと思います。マリオに出てくる敵キャラですね。火薬をうまく使って、高速でぶっ飛ばしてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは、作っていきましょう。 まずは、マグナムキラーを飛ばすのに最適な火薬の研究をしておきます。こちらの20.2キロの石を7.2キロの平べったい大きな火薬につけて飛ばしてみます。火薬に点火すると、うーん、石が火薬のダメージに耐えきれず壊れて止まってしまいます。試しに近くに草の塊を置いて、 壊れる前の距離で、ぶつけてみましょう。そうすると、なんと、ぶつかるダメージがゼロになっています。壊れる前にぶつかると、こうなるのかもしれませんね。火薬を小さくして、2キロにしてみましょう。この状態で、火をつけてみると、うーん、石が壊れずに、しっかり飛んでますね。でも、 せっかくなら、大きな火薬のパワーで、なるだけ勢いよく吹っ飛ばすために、もっと火薬に耐えきれる、丈夫な材質に変更しましょう。そこで用意したのが、こちらのゴムです。石より少し軽い 19.9kg ですが、耐久力と防御力を合わせた数値は、ゴムの方がかなり高いです。ちなみに、物体が受けるダメージの計算は、 素のダメージ、マイナス防御力になっているらしいので、防御力以下のダメージはゼロになります。つまり、耐久力プラス防御力マイナス1が、耐えきれる最大ダメージということですね。そして、ゴムより硬そうなタングステンは、同じくらいの重さのゴムより、防御力は上ですが、耐久力は低いので、重量あたりの耐えきれるダメージは、 ゴムの方が高そうです。それでは、こちらの26.7キロのゴムを、7.2キロの火薬にセットして、飛ばしてみましょう。そうすると、うん。ダメージに耐えて吹っ飛びました。その時のダメージが、1787だったので、ゴムの防御力、504と合わせれば、火薬の素のダメージは、 2291になりますね。ここで試しに、タングステンの刃を付けて、クザを狙って発射してみましょう。うーん。36702ダメージ。火薬の大きさと、発射するものの重さで、すごいダメージになってますね。ちなみに、ホルスターを利用して、私がくっついた状態で、転換してみると、うーん。 私も吹っ飛ばされてますね。なかなかの吹っ飛ばし力です。耐久力的には、まだゴムを小さくできそうなので、もっと小さくカットしましょう。15.4キロにカットしましたが、耐久力は2622、防御力312なので、さっき計算した火薬のダメージ、2291を受けても、 643の耐久力が残るはずです。早速試してみるとーん。うーん。1978ダメージを受けて、残り耐久力は644。ほぼ計算通りですね。すごい勢いで飛んでくれるので、マグナムキラーを飛ばすための火薬を受け止める部品として、役に立ってくれそうです。ここから飾り付けますが、 火薬の近くに燃えるものをつけると、発射と同時に燃えてしまうので、燃えない距離を測っておきましょう。このくらい離すと、うーん、燃えてしまってます。まだ距離が足りないみたいですね。もう一段階離しましょう。そうすると、よし、これなら燃えずに飛んでますね。 念のため斜め上に飛ばしても燃えませんでした。これで安心して焦げた草を使った飾り付けができそうなので、マグナムキラーっぽくなるように飾り付けていきましょう。細い焦げた草で、重字のフレームを作ったら、それに合わせて焦げた草の板を貼り付けていきましょう。筒状に綺麗に貼り付け終わったら、小さな草で、 頭のムーンを作って、さらに、古代のケイラープラスチックと、ハガスライムの肉眼を使って、顔のムーンを作っていきます。最後に目をつけたら、よしマグナムキラーの完成です。結構大きくなりましたが、ちゃんと飛んでくれるんでしょうか早速発射してみましょうスリットーン。うん しっかり飛んでますね。でも、距離が離れると、弾道がぶれてしまうので、中距離用の弾ですね。斜め上にかましても、結構な距離をぶっ飛んでくれます。でも、このままでは狙いづらいので、狙いをつけて発射できるように、砲台の方も、作ってあげましょう。なるだけ軽量にしたかったので、こちらも草で作っていきます。 マグナムキラー本体と同じように、筒状に組み合わせて、下には持ち運びしやすいように、ベアリングのタイヤを取り付けました。そして、内側の方には、火薬の後ろにくっつけた、タングスンに繋がるように、古代の合金で回路を組んで、バッテリー10本との間につけた、バネのスイッチを手前にひねると、タングスンに通電して点火する、 仕組みをつけました。よしこれで砲台の方も完成ですね。ちょっと前に傾いていたので、後ろに石の重りをつけて、バランスを取りました。これなら、まっすぐ前に発射することができそうです。早速発射してみましょう。うんしっかり飛んでますね。反動で砲台の方は壊れていますが、気にしないでおきましょう。今度は、 木を狙ってみます。よく狙ってー、当たれー。うーん、当たりましたが、ダメージはゼロですね。草でできているせいだと思います。なのでー、先の方に、タングセンの刃を追加しましょう。これでダメージを与えられるはずです。行きますよー。発射ー 反応で私がやられてしまいました。それから近くにリスポーンして、止まっていた時が動き出すぞ。うーん。33,709ダメージ。すごいダメージを与えて、木の幹を破壊しています。この距離でこのダメージは、かなり強いですね。今度は体力を回復した後、視点を変えて、発射してみましょう。マグナムキラー。 発射しゃーんうんしっかり前に飛んで、木を破壊してくれました。さっきとほぼ同じダメージなので、広くも安定してますね。これなら、ドローン工場の壁も、簡単に破壊できそうです。試してみましょう吹っ飛びう !17,812 ダメージ最後に少し角度が変わりましたが、 一撃で粉砕することができましたほんとここで私の顔が外れてしまいますこのバグは最近ずっと怒っているので、何かに囚われているのかもしれませんね。とりあえず、ゲームを再起動すればなるので、直しておきましょうでは次は、こちらのザゴキャラトリオを狙って、マグナムキラーを撃ってみましょう果たして3匹まとめて倒すことは、 できるんでしょうか早速撃ってみると。うん。地面に落ちていた石にぶつかって、止まってしまいました。石を片付けてもう一度。発射うん。ザコギャラは手を犠牲にして、簡単にマグナムキラーを受け止めています。それから何度も試していますが、ほぼ確実にザコギャラが、動きを止めてくるので、 まともに3匹倒すことは難しそうです。そこで、火薬ブーンをザコキャラに向けて、発射してみると、うーん。1匹破壊することができました。そこで、マグナムキラーブーンを外して、火薬だけにした状態で、発射してみましょう。行きますよー。暗えーい。よし。爆風だけで、 広範囲にダメージを与えて、ザコキャラ3匹を消し飛ばすことができました。こういう使い方もできるんですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。前はほぼ見えませんが、フレームの十字を目印にして狙いながら、スイッチをひねっていると、よし発射されました反応がすごいですね。でも、 結局、サボキャラに受け止められて、破壊できていませんでした。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、マグナムキラーで攻撃してみます。果たして倒すことはできるんでしょうかよく狙って、発射うーん、マグナムキラーがホップして、当たってくれません。それでも、発射する角度を封しながら、なんとか当てられるように、 何度もやり直しているとー。やったー !3695 ダメージ巨大スライムを倒しましたさすがマグラムキラーすでにスライムに食べられていますが、離れた距離から、ものすごいダメージを叩き出してくれましたそれでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう燃えるものを集めてきて、 火をつけます。うん、いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、マグナムキラーさんにも、おす分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、 高評価を教えていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー、あ、ん。